動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、前回動画では僕の思い出の曲、森高千里さんの渡良瀬橋、そのモデルになった渡良瀬橋を訪ねる旅をしました。続く今回の第2話では、日本最古の教育機関と呼ばれている足利学校に足を運びます。どうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。こちらが足利学校です。平成27年に日本遺産に認定されまして、内部の方なんですが、ちらっと見ていただくんですけど、こんな感じになってます。足利学校のすぐ近く、お蕎麦屋さんが、足利三大名物、蕎麦の老舗なんだそうです。後で行ってみますか。足利学校の参観案内を見つけました。これによると受付時間、4月から9月に関しては午後4時半まで開いている。10月から3月、午前9時から午後4時までの営業ということで、休館日は第3水曜日、年末年始その他ということみたいです。ごめんください。1枚いただきたいのですが。というわけで入場券いただくことができました。ちゃんと日本最古の学校と書いてございます。後ろにはスタンプがあります。で、これが足利学校のパンフレットになります。では、早速中に入ってみたいと思います。注意事項としては動画撮影ができない箇所があって、図書館の内部は動画撮影禁止ということになってますので、その指示に従いつつ足利学校の良さ、素晴らしさお見せできたらなと思います。珍しいですね。賽銭箱が社殿の中にあります。こんな案内看板もありました。入読門、学校門、教団門、3つの門があるんだそうです。日本で唯一学校という学がかけられている門、それがこの学校門なんだそうです。中入っていきましょうか。順路はこちらみたいですね。こちらが花栗松という松なんだそうです。なんだか普通の松と比べると枝ぶりが違いますね。こちらにも建物がありました。ここは孔子廟帝廟、儒学の祖孔子を祀る廟です。大聖殿と教団門、築地塀からなりますと。早速中に入ってみたいと思います。ぐるっと見て回りましょう。これが教団門、確かに教団と書いてありますね。おー、これは日露戦争の日露戦争の海軍大将東郷平八郎の手植えによる月桂樹、ここに植えられてます。明治39年のものですから、もう100年以上前のものがこうしてまだ残っていると。そしてこれが孔子廟です。少し近づいていってみましょう。孔子座像、1535年に完成した大変古く貴重なものなんだそうです。見えますでしょうか。孔子廟の中にもう一つ木像がありまして、こちら小野の高村の木像です。これが小野の高村像です。隣にも建物ありますね。あれが教室的なものなんでしょうかね。今度は別の場所を回ってみたいと思います。目の前に風情のある池が見えて足踏み外しちゃった目の前にあるのが南庭園というんだそうで、北と南それぞれに池のある畜産潜水艇がありますという、これがこちらのようです。池の前には枯山水が、かやぶき屋根の建物があったので来てみました。なんか街中にこんな雰囲気のあるものがびっくりしますよね。こちらの建物は工場栗書院棟と書いてあります。それからこちら修寮と呼ばれる学生寮があって、それがこの建物なんだそうです。中はこんな感じになってます。ここで多分勉強してたんでしょうね。ここから先は入れないので、ここまでにしたいと思います。こちらにも建物がありますね。これは肥後屋、要するに物置、煮炊きに使う燃料用の木などを格納する建物ということです。詳しい説明こちらで。そして建物の全体をぐるりと見ていただきます。ここに今は現代風の鍵がついてますけど、昔は多分南京錠とかそんな感じだったんですね。こちらが見たままですけれども土蔵、大切なものを収納する堅牢な耐火建築として建てられました。説明がここにあります。そしてもう一度建物の全体を見ていただいています。あ、これは畑か何かかな。土蔵の裏には畑っぽいものがありました。なんか植えてますけど、何が植えてあるのか僕はちょっと分からないです。かやぶき屋根の建物の真向かい側、このように藤の花が植えられたちょっとした休憩所といったケースもあります。こちら側には裏門ありますね。ここからの出入りはできないようです。足利学校編前半パートはここまでです。この続きは後半パートでお送りいたします。今回の動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。